危ない。いやー、やっちゃった。どこにいる？マジかよ。やっちゃったよ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バンクシーです。今日もですね、グリーンヘルサバイバルモードですね、やっていきたいと思います。で、ただいま生存日数40日、移動距離が 48.5 キロ、オート回数2キロ、こんな感じになっております。もう気づいたらね、40日ですね、前回の動画から多分1週間ぐらい経ってるのかな。でね、一応動画外でちょっと移動をしまして、今ですね、いるのがここオメガのキャンプ、ここに来ております。で、今日はね、ここのね、エッジっていうのかな、ここのキャンプと、まあちょっとね、この辺行ってみたいなと思っております。探索ですね、今日もね。で、まずね、ここの小島、デルタラグナワンか、ラグナワンっつうのかな、ここに行ってみたいかなと思っております。そうで、ここのね、ラグナワンはね、ストーリーモードだと儀式用の台か、あれがね、置いてあったんだけども、サバイバルモードではね、どうなのかちょっとね、見に行こうか。で、今栄養素こんな感じ、タンパク質が足りないんだよね。でもね、お肉ね、一応カピバラのお肉は持っている。どうしようかな、まだ11時間か、もうちょい粘るか。行ってみよう、東ね、東に向かっていきます。そんなに遠くないんで、だいぶ明るくなってきたね。で、ワニをね、ワニをまだ倒してないんで、今日はちょっと怖いけど行きましょう。泳いでいくか、怖いな、いきなりいきなり襲われたりして大丈夫だよな。うん、ラグナワンはサバイバルモードではそんなに必要ない場所なのかもしれない。ん？なんかあった？あ、水か。ここかな？そうだな。多分何にもないかもしんないね。レシピとかさ、その辺があればいいんだけど、レシピをね、とりあえず集めたい。おお、来た来た。そう、ストーリーモードでは、新しい地図の場所。あ、これだね。この石を積み上げたようなマーク。ああ、やっぱ何にもないか。本来だとね、ここに儀式用の台があったりしたんだけど、じゃあ一回戻りますか。で、予定通りというか、あっち行きましょう。テントをね、見て回りましょう。あ、これ食べようか。今どうだっけ？お水は？あ、お水もそんなないね。よしよしよし。この食い物好きなんだよな。これ育てたいよな。じゃあ行きますか。お水飲んでっちゃおう。よし。で、次戻ってきた時にお水あるといいので、ここ入れてこうか。よし、行こう。でね、ここに鍵縄で登れる場所があるので、こっちから多分行くような感じだと思った。とりあえず行きます、北に向かって。ワニが怖いな。お、ちょっと待って、いるね。あ、いた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 。一人かな。やるか。一人だね。一人だよね。やっちゃおう。相変わらずブレるな。やばい、外した。ちょっと待って、ブレる。めっちゃブレるな。うわ、ブレる。よし、来るぞ。いけ。こいつ何持ち？あれ、動かない。おお、ナイフか。よいしょ。
弓？あ、弓も持ってるな。よしよしよし。こんなとこにいたのか。あのテントのすぐ近くじゃないかい。こんなとこにいたとは。お肉はとりあえずいらない。で、骨は持ってこうか。まだ重さ全然持てるんで、骨だけは持ってこう。で、矢は？矢は戻ってきてるよね。うん。オッケーオッケー。行きますか。時間って何時？ 9 時半。まだ時間はたっぷり。ナッツ。そう、ここに来てね、脂肪を取りづらくなってる。で、お肉大丈夫かな、まだ。8時間。もう食べちゃおうか。食べちゃおうね。タンパク質ないから。よし。行こう。こっちの方。この上にね、多分ね、鍵縄銃。これで登れる箇所が一箇所あるはず。あ、カエルだ。あ、ここだ。ここここ。これこれ。ロープが切れている。うん、場所で言うとここですね。鍵縄銃のマークがついてるとこ。よし、登ります。よし、行こう。もう一個だね。ここは鍵縄だね。こんな感じの景色ですね、上から見ると。マングローブ地帯。怖い場所だよここも。行こう。明るいうちにね、ある程度ちょっと移動したいかな。スタミナもまだ結構あるんで、いろんなとこは行けると思うんだけど、ちょっと弓にしとっか。よいしょ。うん、ちょっと木とか取ってこうかな。重さは？お肉食べたからもう結構まだ余裕あるね。この確か道沿いに、ん？行く感じだと思ったけど、こっちだっけ。なんかシャカシャカ音してんな。そっか、ジャガーとかね、ピューマも気をつけなきゃいけない。こっから降りれるはず。よし、降りましょう。うん、ちょっと食事大丈夫？水がない。水は一応水筒に少し入ってるんで、多分大丈夫だと思う。あ、なんかあれ、ヒルついてない俺。あー、ついてた。はー、気持ち悪い。気持ち悪い。よし。で、ここがあれ？あれ？ちょっと待って、キャンプなくなってる。あれ、ここのキャンプは消えちゃってんじゃん。ここにあったの。あららら。らえ、でもここ広いな。ここに家建てようかな。お水あったよね、近くにね。ただ動物がいないか。お水あるよね。清潔？このお水清潔なの？え、飲める？そうしたら。清潔って書いてあるよね。ちょっと飲んでみようか。え、マジか。ここは清潔なんだ、お水が。え、ここいいじゃん。ここいいな。これ清潔。ちょっと待ってくれ。いい場所見つけたんじゃないか？お水の心配がない。まさかの。ちょっとここ第一候補にしましょうか。こんだけね、広い土地があって、ここにあったキャンプが、ミーアとの思い出の地がなくなってしまっている。おかしいよね。でもマップにはここキャンプ載ってるからね。まあいいや、ここに建てよう。建てようというかまだ決めてないけど、第一候補ここにするかもしれない。とりあえず探索。
バナナもあるね、近くにね。あと動物だよね、タンパク質が取れるかどうかっていうの結構大事かもしんない。バナナ持ってこうか。バナナ取れるのも嬉しいな。うん、ちょっとね、周りも見に行きましょう。そっか、あのお水が清潔っていうのはすごいいいね。うん、これはあそこだよね、あのストーリーモードで初めてここにね、こっからスタートしたんですよね。ここでね、下にミーアがいていろいろとやり取りしてたんですよね。懐かしいな。よし行こう。落ちるなよ。でこっち行くとヤブアカのキャンプ、巨大なキャンプがあったんですよね。そこ行ってみようか。今日はちょっと行けるとこまで行きましょうか。どっかでセーブもしたいけどな。道沿いに行こう。うん、よいしょ。でこっから洞窟だよね、少し。そうそうそう、ここね、今ここで、ここ、こっちからも確か行けたと思う。こっちからも行けたんだけど、今はまあこっちから来てるけど、まあいいや、行きましょうか。ここは槍にしておく。いる、サソリ、怖いな。時間は2時か。どっかで小屋建てよう。で逆の出口、ここ。ちょっとヤブアカの村で小屋建てましょう。セーブもしたいし、焚き火も焚きたいな。うん、これもらってこうか。あ、見えた見えた。ストーリーモードだとあそこがね、最終地点というかなんだよね。よし行こう。鳥いた。これは収集してお肉、手にお肉持ってきましょう。よし、いいね。あそこ行けば食い物あるかな。あってほしいな。でかいよねあそこね、村としては。結局さ、ヤブアカはあれだよね、あのペイントしてる部族にやられちゃったってことだよね。よし、着いた着いた。うん、何にもないか。あ、なんか本当に何にもない。まあいいや、ちょっと小屋建てます。ここにセーブしたい。見て、ま、何時？暗くなる前にやりたいから、もうやっちゃおう。セーブしたいから、ちょっと小屋建てます。よいしょ。適当に。で、これいっぱい丸太あるんで。重たいな。汚れてる、体も。Voy a cantar esta canción.Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La.La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música.Música, música.
よしできました。うん、このねヤブアカの村に小屋をね一つ建てて、うん、とりあえずセーブはできるようになりましたね。そうしたらどうしようかな。今ここにいるでしょ。こっち行きたいよね。このデルタのところ、これどうやって行くんだっけな。なんかねやっぱ鍵縄で登っていくんだと思ったんだよな。天気もいいんでね、雨がね、まあ、全然降らないそれはそれでまた困りますよね。場所的には今ここなので、この辺りのどっかにね鍵縄使って登れる場所がある、確か。だから北方面、こっちからかな。こっちから行ってみようか。時間はねあるんでね。ペッカリーがいるね。今欲しいのは食物繊維でね。あ、これは持っていこう。ナッツ、よし。でここもねちょっとしたなんつうのかな、小屋というか、ここは何なんだろう。よくわかんないけど、ここは人間が作っ、人間か、みんな人間か、部族が作ったものなのか。おーっとびっくりした鳴き声が怖い。鳥の死骸あるけどとりあえずいいや。うん、ちょっとこれをね上の方、あ、ブラジルナッツ落ちたでしょ今。ん、落ちてないか。鶴持ってこう。あ、落ちてない。じゃあ行こうか。ここ怖いな、ちょっとなんか出てきそうだな。あ、食物繊維取れるね。あ、いいね。もし、うわ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 、おお、やばいやばい、やばいやばい、やばいやばい、死ぬ死ぬ、ちょっと待った、これ何、どこにいる。よいしょ、やべやべやべ、これはまずい。ちょっと待った、全然わかんなかった。あれ、傷負ってない。あれ、奇跡的に傷を負っていない。びっくりした。矢も結構持ってかれたな今。 あと3本しかねえわ。ちょっと作っとこうか。あー、羽持っててよかった。前触れなしできましたね。あの近距離戦は槍にしとこうね、弓じゃなくて。よし、おー、びっくりした、怖い怖い。あ、あそこ登れそうじゃない。あそこ登れんな。こっからだ、こっから。あれ、いけない。そうでしょ、ほら、こっからいけるわ。うん、ここですね。34の34ぐらいのとこかな。そうだね。よし、行こう。あー、奇跡的に傷を負っていないという。なんかちょっと今バグったっぽかったよね。よし、行こう。あー、怖かった。うん、ここの洞窟だね。行きましょう。そっか、鉄も、鉄製品もね後々作っていきましょうね。サソリが怖えな。うん、これどっちだっけ。ここも鉄あるわ。これない。
鉄の鉱脈ってあれかな、一つの洞窟に一つだけかな。出口？あ、これ違うな。こっちだな。あれ行っちゃうと戻っちゃうでしょ、多分。ストーリーモードではこっちには行ってないはず、俺は。そう、だから初めて動画にする場所かもしれない。確か。危ない。いやー、やっちゃった。どこにいる？マジかよー。やっちゃったよ。あれ？こっちか。あー。はあ。一応ね、毒用の、解毒作用のある包帯は一応持っているので、大丈夫。だけども、気をつけないとな。結構やっちゃうな、俺な。よし、水あるね。水があるの。あ、これ、鉄じゃない？あ、違うか。ツルハシ作ってねえからな。体のまず汚れを落とそう。不衛生だよね、これね。よし。OK。こっち行ってみようか。うん。神秘的な場所。すげえ神秘的な場所。サスリル。よいしょ。これはなんかある？ああ、なんもないわ。そうそう。で、これだよね。これ取れるかな？あ、取れる取れる。未知のキノコ。食い物なんだ。これはちょっと怖えな、食うのな。これのキノコってさ、ストーリーモードで、なんか説明があったよね。これどっか行けんのかな？これ下潜ると行ける？あ、行ける！下なんかあるじゃん。行ってみよう。これどこ行くんだろう？ん？どっち行ける？あ、行けないか。深いだけ？深いだけだ。紛らわしいな。うん、行けませんでした。よし、じゃあちょっと他のとこも見てみようか。あ、この上乗っかれる。よし、行こう。うん、新しい場所。ここは普通に鍵縄だね。よし。うん。神秘的な場所だな。ここも新しい場所だ。今ここだね。デルタのキャンプだね。うん。ポット発見。これ持ってこう。あ、缶詰。これ食っちゃおうか。水がないんだ。水がないのか。じゃあちょっと、ここで朝まで過ごせるか。ベッド作るか。はい、それではね、今回は一旦この辺で終了したいと思います。今ね、栄養素がこんな感じでやばいんだけども、水がなくて。場所はね、どこだっけ、ここ、デルタのキャンプ。ここに、デルタだよね、これね、デルタのキャンプ、ここにいます。で、次回は戻って、ヤブアカの村戻って、ここのエッチのキャンプのところがね、結構さら地で広い土地があったので、あそこにね、ちょっとね、家を建てていこうかなと、徐々に建てていこうかなと思っております。まだね、未定ですけどね。一応それをやろうかなと思っている。うん、そんな感じですね。今回はね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ、見に来てください。それでは。